二の口正夫4月28日昭和42年6月30日は日本の政治運動家、革命家、ジャーナリスト、政治家。衆議院議員沖縄県那覇市出身。1912年鹿児島市中を卒業。1916年慶応義塾大学予科に入学し卒業。1918年度大学理財科に進む。在学中に 日本社会主義同盟、山川人志らが主催していた水曜会で活躍。1921年12月より翌年11月まで一年志願兵として鹿児島風評連隊に入隊。24年春から秋頃まで大阪の関西日報の記者となる。1923年に日本共産党に入党。1925年の無産者新聞の総刊ともに、 記者、編集委員、記者としては最も長い間同士に関係した一人である。1927年から予備役の第2期招集で鹿児島府評連隊に再度入隊。1928年の第1回普通総選挙に際して労働農民党候補として沖縄県から立候補したが落選。3 1号事件に連座して同年10月に検挙され、 治安維持法違反で、懲役8年の判決を受ける。戦後、日本共産党兵庫県委員会の再建に加わり、1946年期間し、赤旗関西総局責任者となった。1949年の第24回衆議院議員総選挙に、兵庫2区から衆議院議員に当選、日本共産党国会議員団長を務めた。ありがとうございます。